キンプリの音楽旅路、過去と未来の対比、ビルボード1位獲得、ミスター5が映像で蘇る。12月8日、ビルボードジャパンが発表した2023年年間チャートで、キングプリンス、キンプリのベストアルバム、ミスター5が総合アルバムチャートで1位を獲得した。このアルバムは、平野志耀さん、岸優太さん、神宮寺勇太さん、 長瀬廉さん、高橋海人さんの5人体制での最後の作品であり、その映像が、ビルボード年間1位の瞬間に復活した。しかし、5月に平野、騎士、人流寺の3人が脱退し、ナンバーアイ、ナンバーワンとして新たな道を歩み始めた。これにより、過去と未来の対比が鮮明になり、数値だけでなく音楽とダンスの舞台裏もファンを魅了している。 キングプリンスへの栄光の瞬間、ミスター5。ビルボードジャパンの年間チャートで週に輝いたミスター5は4月19日にリリースされ、累計売り上げは140万8873枚に達した。CD セールスでも1位を獲得し、その実績はトップアーティストに匹敵するものだ。 アルバムの映像では、シンデレラガール2023など5人時代のキンプリが蘇り、これによりファンの感動が再燃した。これはキンプリが5人で活動していた頃の最後のアルバムであるため、特別な意味を持っている。5月22日、平野、神宮寺、騎士の3人がキンプリを脱退し、新たにナンバーアイを結成。 これにより、キンプリは長瀬と高橋の二人体制となった。彼らは滝沢秀明氏のエンターテインメント会社、トべ、で活動し、来年早々にデビューする予定だ。ビルボードの1位獲得を受けて、高橋と長瀬は、ジップ、にコメントを、寄せ5周年の節目にあたる、今年キングプリンスが作り上げてきた作品や活動を、たくさんの方々が見て、 聞いてくださった証だと思うと、感謝の気持ちでいっぱいです、と述べている。ファンの歓喜と感動。ビルボード1位獲得の瞬間、ZIP で流れた5人時代の映像によりファンは感慨深さを募らせた。SNS には多くの喜びの声が寄せられ、また5人におめでとう言えることが嬉しい。間違いなく記憶と記録に残る国民的グループでした。 過去は振り返らないって決めたけど5人が最後に残してくれた宝物がちゃんと記録となって残ったことが嬉しいね。おめでとうございます。といったコメントが広がった。5人の姿が再び見られた瞬間、ファンは感動と共にキンプリの輝かしい瞬間を称賛している。ナンバー I との比較合戦の幕だけ。 一方で、ナンバー・アイとの比較合戦が避けられない状況となっている。ナンバー・アイは、すでに数字面で二人金プリを上回る成功を収めており、これから本格始動することが予想される。これに伴い、メディアはナンバー・アイと、五人時代の金プリと現在の金プリを比較する動きが活発化するであろう。 例えば、脱退したメンバーの個々の SNS のフォロワー数を見ても、その差は明白だ。平野は個人のインスタグラムでフォロワー数が409万人を突破し、一方で、キンプリの公式インスタグラムは234.1万人に止まっている。高橋も個人アカウントを開設し、フォロワー数は79.8万人。 神宮寺も同様に個人アカウントを開設し、フォロワー数は203.6万人となっている。数字の面でもナンバーアイが優位に立っており、これが今後の比較活性に影響を与えることは避けられないだろう。ダンスの比較と新たな挑戦。音楽だけでなく、ダンスにおいてもナンバーアイとの比較が進んでいる。インスタグラム上で、 高橋はダンサーのケイタさんとのコラボ動画を投稿し、平野も個人及び騎士、神宮寺とのコラボダンス動画を披露している。これらの動画は同じカメラマンによって編集されており、動画の構図が類似しているとの指摘がある。ナンバーアイは以前からダンス力に定評のあった平野だけでなく、神宮寺と騎士のダンス力も高く評価されている。SNS 上では、 ナンバーアイは3人全員がキレッキレでしたね。前より上手くなっている。といった声が寄せられている。ただし、ナンバーアイはアーティストとしての活動を志向しており、キンプリはアイドルとしての位置づけが強い。それでも、ファン層の近さから比較が避けられない状況だ。両グループが切り開く未来への道。 比較合戦が進む中、ナンバー・アイとキンプリはそれぞれ自らが描く未来へ向けて前進している。ビルボード1位を獲得したミスター・ゴをはじめ5人時代の素晴らしい実績を誇るキンプリ。一方でナンバー・アイはすでに圧倒的な存在感を示し、今後の活動が期待されている。両グループが異なる音楽の世界を築き上げる中で、 ファンたちはそれぞれの活動を温かく見守り、支え続けていくことでしょう。キンプリとナンバー、アイ、両グループが切り開く未来への道は、音楽とともに輝きを増していくことだろう。